宝塚市は今日、消防職員8人が勤務時間中にスマートフォンでゲームをしていたとして懲戒処分などにしたと発表しました宝塚市によりますと、日消防署の隊員8人はおととし5月から去年9月までの間日消防署南部出張所で夜間の勤務時間中にスマートフォンでオンラインゲームをしていたということです このうち主導的にゲームをしていたほか、パワハラ行為もあったとして、45歳の消防司令法を言及10分の1、35歳の消防司令法を定職1ヶ月と2階級公認の懲戒処分としています。残りの6人は勲告処分となったほか、監督責任がある消防庁らが文書による厳重注意を受けています。